ビです。みなさんこんにちは、消しゴムです。リップです。みなさんこんにちは、ねねです。チチです。ママです。今回はママの福袋を紹介したいと思います。イエーイ。セザンヌとキャンメイク、キャンメイク、キャンメイク、レブロン、この3つを買ってきたので開けてみます。はい、前で過ぎた、前で過ぎた。まずはセザンヌから開けようかな。イエーイ。何が入ってるの。何入ってるんだろうね。何だろう。おやつかな。おやつじゃない。まずはこれ、セミマット UV おしろい、顔に塗るやつ。アイシベニー。え、いいな。こちら色付き。これがアイシャドウ。あ、クリームアイシャドウ。こちらクリームアイシャドウ、色がね、ピンクブラウンだって。いいね、ピンク。普通カラーアイシャドウ、ラメシリーズ。ラメシリーズ、ちょっと大人っぽい感じの色合い。あと1個ね、あと1個。クッチング。これはクチング。え、ラング違う。ラング、ここ見て、クチングって言ってる。これロングです。ロング、ロングロングラッシュマスカラ、お湯で落とせるマスカラです。え、お湯、水で落とせないの。水だとだってさ、すぐ落ちちゃうじゃん。1,2,3,4,5 個入ってました。口紅出してみようかな。こんな色。なんかでも思ったより濃くないね、色が。かわいいピンク、ほら。どうだ、いい感じ。あ、いい色だね。あ、かわいい。こんな感じの色です。めんめん、かわいい。ちょっと曇ってるよ。塗ってみよう。いいかも。もっと濃い色かと思ったけど、いい感じの色。次は、じゃあこれにしようかな。レブロン、うん、これは2200円でした。なんかリップ入ってそうだよね、この袋の感じだと。全部リップ入ってる。ええ結構いっぱい入ってる。え食いつきがすごい。リップがめっちゃある。ごめん、ありがとう。これが1200円だから、もうすでに半分ぐらいの値段ね、値段の半分ぐらい。次いきます。はい、レブロンスーパーラストラスリップスティック、口紅です。わお、わ、あ、すごい。え、ピカピカ、可愛くない。これ塗ってみる。塗ってみたい。これもじゃあちょっと塗ってみる。すごい、結構ガッツリ赤だ。おお、見てくる。塗ってみる。結構ガッツリやか。こんな感じ。ママ、おでこになんかついてるよ。え、なに。え、ちょっとなんか、なにこれ。よし、じゃあ次いきます。おーい、次は、お、次もリップ。チュパカラピリップ、ティントタイプのクッションリップだって。クッションリップって何。クッション、色が290番、バイオレットだってよ。紫。え、え、え、違うじゃん。違うじゃん。え、何、どういうこと。白いんだけど。こうやってこういうのちょん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 ってやっていくって感じ。こうやって白いやつを取っても、ふわふわふわしてんの。え、ちょっと取らないで。壊れちゃう。え、え、え、どういうこと。あ、出てきた。こんな感じの色です。じゃあ次いきます。はーい、次もリップ。またリップ。リップです。クレヨン型のリップスティック。クレヨン、色が995、コーラルクリスタル。色見てみる。お、茶色か。あ、これは結構ツヤ系。じゃあ次、最後。え、え、ファンデーション。これはファンデーション、カラーステイメイクアップ、アットコスメっていう化粧品でね、有名なやつがあるんだけど、それの殿堂入りって、もう超人気ってこと。殿堂入りって
それが1個入ってました。聞き終わってた。なぜちょっと馴染ませすぎでしょ。口ピヌ。レブロンは以上で 1,2,3,4,5 個入ってました。キャンメイクいきます。グラデーションマスカラ2色入ってるマスカラだって。イエロー系すごいね。よし、じゃあ次いきます。アイシャドウかわいい。次がチーク、こういうチークが入ってました。あ、これなんかママ使ったことあるかも。これもリップで、これ結構良くて、なんかツヤもあるし、色もすごい良くて、前結構使ってたんだよね、ママ。これ入ってました。これはクレヨンアイシャドウ。クレヨンだつもり。アイラインにもなるアイシャドウ。こんな感じです。繰り出したい。最後は、じゃーん！わっ、マニキュア？そう、ネイルが入ってたよ。黒やった。黒だね。黒やった。渋いね。やった。キャンメイクは以上 1,2,3,4,5,6 個入ってました。以上、こんな感じでした。また見てね。バイバーイ。